こんばんは。 MSTV ニュースをお伝えします。刀駅が誕生します。スズキ株式会社は大型二輪車刀の名称が天竜浜名湖鉄道のフルーツパーク駅の愛称として採用されることを発表しました。フルーツパーク駅は静岡県浜松市に所在する無人駅です。今回発表されたフルーツパーク刀駅は天竜浜名湖鉄道による駅名ネーミングライツスポンサー募集に株式会社スズキ二輪が申し込みを行ったことから実現しました。刀の名称が使われる期間は2021年12月7日から2024年3月31日までとなっております。続いてホンダからです。ホンダ技研工業株式会社はロードスポーツモデル CBR400R とクロスオーバーモデル 400X の仕様を一部変更し、ホンダドリームより発売します。主な変更点はフロントフォークとブレーキです。今回両モデルともフロントフォークが倒立になり、フロントブレーキがダブルディスクになりました。税込みメーカー希望小売価格は CBR400R が84万1500円、 400X が85万8000円です。発売は2022年1月17日からとのことです。以上、MSTV ニュースをお伝えしました。はい、お疲れさんです。ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。ほとんど読み語ですね、少なくニュース読んでいただきましたが、まずニュースの内容ですね。はい、刀の名前が、はい、これバイクの名前ね、刀、はい、駅名になる。かっこいいですね。かっこいいし、俺はすごいなと思ったんですけど。本当に。ただ副名ってなってるよね。そうですね、愛称っていうことなんですかね。はい、わかります。でもその前がフルーツパーク駅、はい、これも本当はもうちょっとなんていうの、近頃その町おこしじゃないけど、はいはいはい、で無人駅なのかな。無人駅とのことです ね。でもすごい華やかな名前でね、もう無人駅と思えないような。いやいや、ね、フルーツパークが、でも含めて2つつける。確かに。もっといっぱいつけてもいいけどね確かに。でもこういうことをしてバイクの名前をみんなに知ってもらうとかってすごいよね。すごいコマーシャル力ですよね。刀というね、我々にとってはすごいもう馴染みのある名称ですが、はい、地元の人にとっては刀という駅でちょっとは、うん、珍しいというか、でもローマ字で刀なんですもんね。そうですね。だからあれ、感じないだけ。海外の人は、はい、受けてかっこいいって写真撮っててくれるんじゃないかな。なりそうですね。でもね、私が一番思ってるのは、はい、ね、私がもうこういうことできるんだ。今日来てもらった西新井大師西の駅、はいはい、あそこね、西新井じゃないんですよ。あ、そうなんですか。はい、西新井はもっと遠くなので、ただ近くが西新井なので、はいはい、俺はあの駅をモーターステーションにした。素敵そんなこと言ったら野望ですね。矢沢家の人に申し訳ないかなと思うんだけど西新井に持ってかれちゃうぐらいだったら。そうですね、それも西新井大師西という噛みそうですよね。それだけ若干余分になってるんでもうちょっと簡素にモーターステーションっていうね、はいはい、駅モーターステーションステーションですけど、確かにモーターステーションにしてしまえばはい、はい、あ、近くにMSTV があるんだ、いいですね、やってみたいなって余計な話でしたけどね。ちょっと夢が、まあ、ないかな、この夢。いやいや、こういうことをやって、うん、ちゃんとねバイクの文化も盛り上げていくっていうことを、はい、メーカーも一生懸命やってるっていうのが伝わってくるなというところですね。はい、はい、本当に
はい、ホンダの方からは2機種、はい、もうすでに出てる CBR400R と 400X というね、はい、この2台が出て、私がちょっとね面白いなと思うのは、はい、CBR400R が販売計画台数1300台に対して 400X が1200台というね、へー、でカウル付きのバイクと、まあ、アドベンチャータイプが、まあ、本当に変わらないんだなっていうところを、うんうんうん、まあ、メーカーも見込んでるよって、これ本当にどっちが売れるかは、これは計画台数だから。そうなんですね。実はね、アドベンチャータイプ 400X のがいっちゃうかもしれないっていうのね、うん、あるかもしれないんだけど、あ、でも、はい、ここ分かります、アドベンチャータイプとこのカウル、はい、フルカウルタイプっていう、はい、この違い分かります？まだ分かんないでしょ、はい、勉強いたします、すみません、ね、はい、バイクに対することはまだまだこれからですよね。はい、これからもうたくさん勉強させていただきたいと思っております、はい、このモーターステーション TV のニュースを、皆さんにね、はい、分かりやすくしながら自分でも勉強していくっていうのが、はい、6期生の役目ですからね、はい、今回もですね、6期生、まあ、初ニュース読みにして、こんなにサクッといけちゃうとはちょっと思わなかったんですが、ありがとうございます。2022年度の6期生はですね、まだまだ募集はして、2022年度の1月からはね、はい、まあ、逆に今度はイベント行ったり、はい、それこそレースクイーンもやるもんね、はい、やりますよね。やりたいです。やりたいですか、はい、はい、でもね、ちゃんとモーター文化のことをね、はい、勉強しながら、はい、レースクイーンもやったりとか、イベントに行ってね、 MC できるよね。もうレッスン頑張ります。MC 好きそうだよな、はい、ありがとうございます、うん、ぜひ活躍してもらいたいと思います。はい、はい、それでは最後に、ね、ニュース、どんなニュースを言ったかだけ締めていただけますか。はい、はい、本日は刀駅の誕生とホンダからCBR400R と 400X の発売をお伝えしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。6期生の募集も応募しておりますので、皆さん詳細欄から入って、ぜひですね、1月頃までですね、応募、皆さんエントリー、たくさんのエントリーお待ちしております、はい、年間でも6人7人ぐらいかな、はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また MSTV 制作委員会のご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。